型がないというか、何でもないところから生まれて、まあ、その人の個性が見える。同じ振り付けを踊ってるとしてもその人の人間性が見えるところが魅力なのかなと。楽曲の圧というかはすごいですね。その持ってる歴史的なものとか、まあ、誰もが知ってるっていうのもありますし、本当やられるぞみたいな、だからそこにどう向き合うかっていう、対抗するのしていくってやり方もあると思うし、それを受けて流しなどしていくみたいな面白さもあるなっていう、いろんなその楽章によっても感じ方も違うしっていうのもあります。ダンスを初めて見る方も多いかと思います。ただその音楽を耳で聴いて楽しむ、目でダンスを見て楽しむ、どっちも何だろう、感じるものだと思うので、もう体感してもらって一緒に劇場で楽しみたいなと思います。これで正解はっていうのがなく、なんかあこんな感じに見えるとか、また人それぞれ違う、こうだったねこうだったねっていうのがなんか生まれるのがなんかすごいいいなと。でも普通では聞こえなかっただろうなって音とかが聞こえてきて、なんかそれに体を寄せて踊る最高な舞台になると思うので楽しみにしていてください。踊りを通してその人とかその人の人生がそう体から表出されるっていうのが、結構グッと細かく見ていくとすごい至る所に、例えば血管だとか筋肉の広がり方とか表情とかでちょっとこう現れるっていうのがコンテンポラリーダンスの、まあ、最後の歓喜のロイデシュネルのところとかはもともと知ってはいたものの、もう全楽章を通して踊ってると、そこの知ってるフレーズなのに踊ってて毎回そこにたどり着くたびに嬉しくなれる、体が開く、毛穴が開くみたいな、今ここでしか見れない感覚があるので、それをぜひ目の当たりにしていただきたいと思っております。音楽っていうものをすごくこう具体的に何かを表したりとかっていうのではなく、何かこう抽象的だったり何か感じるイメージだったりとか、ダンスとしての表現の強みがコンテンポラリーダンスの良さと、苦悩だったり葛藤だったりっていうエネルギーにすごく満ちてる、だからすごいこう喜怒哀楽のエネルギーに満ちてる、そんな音楽だなという感じはとても感じます。普段ダンスを見ない方でも、僕らのダンスを通じて、あ、オーケストラと共演するダンスってこういう感じなんだっていうのを少しでも、あ、面白いなとか、なんか楽しいなって感じてもらえたり、あ、すごく苦しいなとか、何かそういう五感に何かこう皆様の何かこう突き動かすものを僕らが提供できればなと思ってます。その人が本来持ってる体の、自分の体の歴史というかその経験みたいなものがそのままこう舞台上に現れるのがコンテンポラリーダンスと。やっぱり音楽メロディーをこう体で受けてそれで踊っている時に、なんというかその曲本来の魅力とともにベートーベンの人生のドラマみたいなものが自分の中にこう一緒に流れてくるみたいな、そういう気持ちになります。音楽と体の躍動をぜひ劇場で皆さんの生身の体で味わいにいらしてください。